があるんやって。これ想像以上に、ここなんじゃなくてこっち登ってな。これ想像以上にあれやな、きついなこれ。いやこれはてっぺくんは行きよ、せっかくやから。じゃあ行こうか。うん、荷物あれやったら持ってあげるから。はい、じゃあ、うん、ないか。ちょ、荷物をみんなに託して、僕はこれからパパが上がるとこ一の鎖。じゃあ行ってきます。バイバイ。あ、こっち下り専用か、うん、これね、上り専用、下り専用。はい、バイバイ。すごいな、片手やとちょっときついかなこれ。こういうのとこういうのがあるんで、こっちの方に足かけてこっちへ登るのかな。入るの足はこんな感じありますね。よいしょ。あ、綺麗やのこれ。あけぼのつついですよ。よいしょと。リュックサックス用意ないときついかもしれないですよ。よいしょ。おいしょ。なるほど、ここに繋がるわけね。これね、ラップランドストライダー、紐がね、ものすごい緩みやすいですね。30分に1回ぐらい、ちょっと強めに結び直した方がいいですね。普通の体力がある人ならいけると思いますんで。石鎚ロープウェイは、1968年、開通です。1970年には石鎚スカイラインが、ああ、なるほどね。二つ目の鎖場なんですけど、小屋の上の鳥居みたいなとこからずっと上まで伸びてるやつです。あ、こんにちは。YouTuber ですか？ YouTuber です。こんにちは。お、鳥。こんにちは。今ね、あのトイレのところにやってきました。目指そう日本一美しい山のトイレ。なるほど。100円を入れてくれということですね。26年か、11月に。そうか、できたんか。なんかこっちがね、普通の階段登りやすい。こっちが二の鎖ですね。じゃあちょっと鎖場行きます。ちなみにあの荷物は何もないです。あるのは腕時計と GoPro だけですね。鉄の鳥ですね、これ。二の鎖、登ります。はい。登り専用でしょ？こっちも登り専用ですね。いや。これに足引っ掛けるってことか。足を引っ掛けやすい。けどこれほんまにリュックそう背負ってたら危ないですね。登山写真家が偉大なのがよくわかります。こういうとこにもたまにね、足引っ掛けて絶景。まだまだ先は続きます。よいしょ。おこれ、え、マジかよ。よいしょ。あ、でここで、登山道につながりますね。次のチャンスに石鎚山の山頂につながる第3の鎖登りたいと思います。すごい、続々と登ってきてある。設計が残ってます。おわ、冷た。下山ですね。1時43分です。でね、このね、非セッションのこの裏にこの書類とか壁に貼り付けるあの練り消しみたいのをつけたんですよ。これがね、あの壁とかなんていうか、この岩場にね、これを固定させるときにね、ものすごく役に立ちましたね。あのこの鼻くそがあればですね、本当どこでも固定させることができるのでお勧めしたいと思います。 GoPro セッションのこう新しい使い方ですね。おじゃ、急いで下山しましょう。はい、よっしゃー、ジョージには到着です。最終のロープウェイには間に合いそうです。あー、そうか、お金が、これいくらでした？350円。はい、わかりました。標高差 850m、 最急勾配37度を一気に下ってまいります。そうですね、今回初めてでしたけど、また来たいですね。本当にね、あのちょっとこう死ぬ思いもしながらですね、なかなか神秘的な登山体験ができました。ぜひ皆さんも石鎚山来てください。というわけで、いいねやコメント、チャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画までさよならです。バッチャネルがお送りしました。良い一日を、そして良い石鎚山ライフを。あ、なんとつくしさんがすごいね。めっちゃ胞子飛んどった。水つけとかなあかんけどな。水つけとかなあ、明日やな。じゃあこれでご飯作りましょう。
の人もあったわ、ちょっと覚えてる。まあ、あの予想通りほとんど全てのあの、登山者だったな。バスで来てはる人もいっぱいおねんな。青いカバンってやってる人、うん、山登ってるな。何人も見たな。まあほとんどの人と上の、うん、上の宿から来てない人以外は、うん、ほぼ多分全員。でも上の山登も今日5月1日オープンやから。あ、そうかそうか。今日からお客さん取るから、昨晩泊まった人はいない。あ、だからあのそれこそシュラフ持って上がった人とか、うん、よそから縦走して笹ヶ峰とかの辺から縦走してきた人とかは、うん、あれかもしれないな。縦走してきた風の人は一組分けおったな。ちょっと本格的な装備も。あ、おったっけ、うん、あのあれか、5人ぐらいのパーティー。あー、はいはいはい、まあそれだけほんまええコースやったな。ただ、もうちょっとあの休憩と休憩の間を長く歩けるようにならんと、うんうん、今日ゴールデンウィークやから7時40分6時終わり、うん、やけど平日やったら8時40分スタートの5時終わりやから。ああ、結構しんどいよ。これゴールデンウィークでよかったよ、うん、あ、1時間ちょっと早く、しかも朝一で上がって正解やったし、まあ、昨日からの計画がうまくいったから、うんうんうん、間がしっかりと 3,40分続けて歩けるようになった。右？右やな。右やな。あ、先ほど、先もわからんかった。あ、出とるわ。そら、そらそら。まあ、3,40分ほんま休憩なしで歩けるようになって、うん、3,40分に1回のトイレ、あの、お菓子タイムで、うん、上がれるようになったら、うん、あれやな、上まで行けるな。そういうか、ほんま鎖場も行けるやろな、いう。あ、余裕やな、うん、逆に鎖場の方が行けるテンション上がっていい、うん、ええと思うわ。あの、迂回路よりもそう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 、ええと思うわ。